エリコム神戸ファイニーズは、兵庫県神戸市の社会人アメリカンフットボールチーム、X リーグ所属。創部は1975年、滋賀県長浜市周辺の5つの高等学校のアメリカンフットボール部の OB を中心に、古北ファイニーズとして結成。ファイニーズの名はその5つの高校から集まった選手たちの活力を一つにという意味合いで付けられたものであった。当初は、 滋賀県が本拠だったが、大阪府に本拠を移した後、1987年にトイレタリーメーカーサンスターを冠スポンサーに迎え、サンスターファイニーズとチーム名も改めた。サンスターの支援が始まるとチームは有力選手の獲得によるチーム強化に着手する。関西学院大学ファイターズ出身の QB 石橋川隆平。 京都大学ニャングスターズ出身の WR 福島、新一郎、そしてこの伝説のドリームチームを支えた日本一のディフェンスラインの異名を誇る近畿大学、クリムゾンデビルス出身の DL、神山浩二、京都大学ニャングスターズ出身の DL、佐々木城ら関西学生リーグの各チームの代表的な選手を揃え、1991年と1993年、ともに、 松下電光インパルスを下して、東京スーパーボール出場を果たす。特に1993年には、当時を代表する、兄弟出身の q b 東海達也率いる、朝日ビールシルバースターと、対戦、0から13で惜敗するが、実業団チームが全盛だった当時としては、社会人選手権史上初のクラブチーム同士の、対決として、話題を呼んだ。このか。 1995年、1996年の西日本社会人選手権連覇、また X リーグ発足の1997年にもファイナル6進出を果たすが、初戦で敗退する。ファイニーズがチームとしてピークを迎えたこの頃、西日本ブロックでは実業団チームとしてマイカルベアーズが急成長を遂げており、チームは それまでの打倒松下電工の目的を果たす前に、まず、マイカルを倒さなければならない状況となった。両チームの周期リーグ戦での対戦は1992年の初対決で20から20と引き分けて以降、マイカルが2001年に二部降格になるまで、松下電工への挑戦権をかけた激しいゲームを幾度も展開している。 当時の社会人協会のゲーム解説やメディア等でも、両者のゲームにおいて、因縁の対決といったジャックがしばしば用いられている。1999年にサンスタートのスポンサード契約が終了した頃から、チームの瞑想が始まる。当時のチーム関係者と地元のアメリカンフットボールファンが中心となって、任意組織、ファイニーズフットボールクラブとして運営を続け、2001年には、 特定非営利活動法人の認証を得た。しかし、戦力は整わず、順位も下降を続け、2003年には二部降格も経験したが、2004年には1年で X リーグ一部に復帰。総部30周年にあたる2005年に、神戸市とその周辺地域を本拠と定め、神戸ファイニーズとして再出発を図ることになった。 初年度である2005年秋季リーグ戦は0勝5敗の6位。2006年シーズンから神戸市にあるビジネスプロセスコンサルティング人材ビジネスを主とするベンチャー企業グループ S、RC グループがスポンサーにつきチーム名も SRC、神戸ファイニーズに変更された。同年の秋季リーグ戦は3チームが1勝4敗で並んだが得失点差で4位となった。 2007年は、初戦の松下電光戦こそ検討したものの2戦目、以降失速して5位にとどまる。2008年は、内外電気、マービーズに初勝利、ディビジョン1位となったアサヒ飲料チャレンジャーズとも互角に、戦うが、主力の怪我等が響いて、ファイナル6を逃すも2勝3敗の3位。2009年4月、コンピュータ周辺機器、メーカー、 エレコム株式会社とのスポンサー契約を発表し、チーム名をエレコム神戸ファイニーズに変更。SRC も引き続き、スポンサーを務める。神戸移転以来、2部への転落こそ免れてきたものの、フィナール6やスーパー9への進出は果たせずにいた。しかし徐々に支援企業の増加やチーム改革を進めた、ことで、チーム力が向上。2014年度に21年ぶりに、 ウェストディビジョン制覇を成し遂げた。本拠とする神戸には神戸市王子スタジアムがあり、長い球技場とともに X リーグウェストディビジョンの主力会場の一つである。ありがとうございます。